では、ここになりましたので、第15回目の計算科学技術特論 A の講義を始めていきたいと思います。今日も、分子研の、石村さんの方から、量子科学計算の大規模化2と題して講義をしていただきます。では、よろしくお願いします。よろしくお願いします。分子研の石村です。先週に引き続き、量子科学計算大規模化についてお話しします。本日の内容ですけれども、まず高速化と並列化両方を同時に考えて、これらを両立させる例としてハートリフォック計算、そして NP2 計算について、紹介します。その後、私はこれまで委員開発してきた新たなオープンソースソフトウェアの開発、オープンソースのソフトウェアについて、紹介します。そして最後に、これからのミニコア時代に向けた開発ということで、今後どういった開発をしなければいけないのかについて具体的な例を示しながら、紹介していきたいと思います。具体例に入る前に先週の復習を少ししておきたいと思います。まず高速化ですけれども、一番重要なのは演算量の削減ということで、非常にコストのかかる、一電子二電子積分計算の演算量の少ないアルゴリズムの開発、これが最も重要になってきます。そして、効率的なカットオフや対称性の導入も大きな意味があります。特にカットオフについては二電子積分での、スクリーニング、原子軌道の、二電子積分についてはその中心の距離が離れれば離れるほどその重なりは小さくなってきますから、大きな分子になればなるほど、その効果は大きくなってきます。そして、二電積分の式から対称性を使うことができて、ハートリフォック計算では、最大8分の1まで演算量を減らすということができます。さらに近所を導入して、演算量を削減するということも数多くされています。フラグメント MO 法やディバイド&コンカー法、オニオム法、QMMM 法など分割法を用いる場合もありますし、また ECP、エフェクティブコアポテンシャルで、化学反応では内核の電子はそれほど重要ではないため、内核電子のポテンシャルを置き換えて取り扱う電子を減らすという方法、さらに電子相関計算において、内核からの利益を無視するフローズンコア法、そして、通常は分子全体に広がっている分子軌道を極材化させる、特定のロンピアとかボンドに極材化させて近くの、軌道間のみの、相関を考える方法、こういった科学的知見を利用した方法もよく用いられています。そして、量子化学計算ではさまざまなところで、繰り返し計算が行われます。エネルギー計算では CF のサイクル、ここで繰り返しが行われますが、そこで DIIS 法やセカンドオーダー CF 法などを用いてサイクル数を減らす。そして構造最適化計算では初期ヘッシアンを改良することでその最適化回数を大幅に減らすということもなされています。これらは紙の上で行う仕事が中心になりますし、なって実行性の向上についてはプログラミングが重要となってきます。一度の演算で複数のデータを扱うシムド演算の利用も重要ですし、また時間のかかる演算、割り算とか組み込み関数、エクスポネンシャルとかルート、そういった演算をできるだけループの外に出す。また多次元配列ではデータアクセスを考慮して極力メモリに取りに行かずキャッシュ内で演算ができるように工夫していく。またブラスレイパックなどブラス数学ライバリーを用いて並列化とノード内のスレッド並列と効率的な演算両方を実現する、こういったアプローチも重要となってきます。並列化については
現在主流となっているのはノード間を MPI、ノード内をオープン MP、それぞれで並列化するアプローチです。この2つを使うためには、同時に使うためには、場合によっては式の変形が必要になりますし、また多重ループ、そして多次元配列の順番の工夫も必要な場合があります。その上で、計算負荷を均等に分散させる、ノード間で分散させて、さらにノード内でも分散させる、そして、電子相関計算では、膨大なデータが必要になってきます。そこで、それをノード間にうまく分散させて、トータルとして、大容量のデータを取り扱うということになります。例えば K のメモリーは1の16GB しかありませんが、8万ノード、全体使うとトータルで1ペタバイトと非常に大きなメモリー空間を使うことができます。そして、これまでは量子化学検査ではよく中間データ、膨大なデータをハードディスクに貯めるというアプローチが取られてきましたけれども、これ、現在の計算機とこれからの計算機を考えると、ディスクへのアクセスというのは非常に効率が悪くなってきますから、今後はあまり期待できない。できるだけメモリー上に保存するということが、重要になってくると思います。そして、通信量、通信回数の削減。並列計算プログラムのチューニングで、最後に残る問題は通信関係が多く、特に通信レイテンシー、が問題になる場合がこれまで、多かったと個人的な、経験では、レイテンシーが残る場合が多かったです。そして、この、高速化と並列化、これを同時に満たすように開発しなければいけません。いくら並列化したからといっても単体の性能が遅くなってそれでは意味はありませんから、高速化、並列化、どう両立させていくか、ここが重要なポイントとなってきます。それでは具体的な例に入っていきたいと思います。まずハートリホック法です。こちらは、先週説明した通りで、この小位置問題を解いていくわけですけれども、対角化したい行列 F、ホック行列の中に求めたい、固有ベクトル、分子軌道係数が入っているために一度対角化するだけではダメで、繰り返し計算を行って、分子軌道係数が、収束するまで繰り返し行っていきます。この一連の中で、最も計算コストがかかるのはこちらに書いている原子軌道AO の二電積分となります。電子をガウス関数で扱っているために非常にコストがかかる演算となっています。この二電積分を計算してフォック行列に足し込んでいくところ、ここの並列アルゴリズムについて紹介します。左側のコードが並列化前で、40ループ、μ、ν、λ、σ の40ループになっていて、その中で二電積分を計算して、フォック行列に足し込んでいきます。これを、OpenMP と MPI で、並列化したのが、右側のコードとなります。40ループの一番、外側、こちらを OpenMP で分けて、そして3番目のループを MPI ランクを使って、さらに振り分けています。OpenMP 領域では、フォック行列をこちらのようにリダクションを使って各スレッドがフルのフォックマトリクスを持って、そして、OpenMP 領域の最後で足し合わせるということをしています。そしてその後、最後に、MPI All Reduce を使って、フォック行列を、すべてのプロセスにあるフォック行列を足し合わせて、最終的な行列を、作っています。このアルゴリズム開発において、はじめはゲームスプログラムをベースに開発していきました。
1番目のループが、オープン NP、 3番目のループが NPI で、並列化をしていて、この3番目のループで、NPI で分けていると。そうするとこの NPI ランクというのはプロセスに固有の値、固有の ID ですので、NPI ランクによるプロセス間の分散箇所が決まれば、あとは NPI オープン、あ、すみません、オープン NP の並列がどこにあってもそのプロセスに割り当てられる仕事は変わりません。そして、今回、この場合はオープン NP を一番外に持ってきています。そして、NPI ランクと割り算、元の計算だけで、if 文を使わずに、プロセス間の分散を行っています。こちらです。 NPI 並列の場合ですと、この NPI ランクによる分散までの演算は全てのプロセスが実行します。ですから、特にプロセス数が多くなった場合、if 文を使って、演算をすると、振り分けると、通常ここに入ってくるわけですけども、ここまではすべてのプロセスが走るということで、余分なコストが、膨大になってきます。そのために、このアルゴリズムでは if 文を使わずに、それもそして、一つ上のループのところで、その振り分けのための演算を行って、余分なコストを極力削減しております。そして、NPI の通信、NPI のオールリデュースを使っていますが、これはオープン NP の領域外で実行して、非常にシンプルなハイブリッド並列化を達成しています。オープン NP はここでは一番外のループで行っています。そうすることで、スレッドの生成や、分散、そういったオーバーヘッド、余分なコストをできるだけ少なくしています。またこの40ループの特徴としては、内側に行けば行くほどそのループの長さというのは短くなってきます。そのためできるだけ分散の個数を増やすために、一番そういう意味でも一番外にで、オープン NP 並列を行っています。さらにこの一番外のループを見てみますと、大きい値から小さい値に回転させています。この一番外のインデックス μ が大きい場合、この内側のループも1から μ まで回る部分が複数ありますから、その回転数が多くなるということで、μ の値が大きいほどその中の演算量を多くなっています。ですから大きいものから順番に、そして最後は、小さい、仕事を割り振るようにしています。そして、ここのスケジュールダイナミックと書いていますが、これで、動的に割り振っています。ですから大きいものをまず割り振って、そして終わったところから次より小さい仕事を割り振る、それを繰り返して極力そのプロセス内のスレッドに割り振る仕事を均等化しております。変数については、この OpenMP 領域の中の変数すべてについてスレッド間で共有するか、シェアード、別々の値を持つか、プライベート、これを分類しています。ゲームスプログラムではコモン変数はかなり、使われておりまして、さらにそのコモン変数をプライベートにすべきものがたくさんありました。そのため、当社はスレッドプライベートを使っていたんですけども、性能がなかなか上がらないということで、サブルーチンの引数に、変えて、このスレッドプライベートを使わずに、余分なコストをかけずに、プライベート化を、行っております。さらに引数の数を減らすために、 XYZ などスカラーで定義されていた変数を XYZ に書き換えるなど、極力引数の数を減らすということも行っています。
最も計算コストの高い二電積分の計算と北行率の足し込みの部分、それ以外にも初期軌道計算などの高速化並列化も行っています。初期軌道計算、拡張ひっくり法を用いていますが、この計算の並列化も行っていますし、また軌道の視野の高速化並列化も行っています。拡張ひっくり法ではミニマルベーシス、通常は STOSEG が用いられます。それで初期の軌道を作るわけですけども、その後のハートリフォック計算 DFT 計算ではもっと大きな規定が通常使われますから、それに合うように変換しなければいけない。その、そこでのその試合の計算ではこちらに書かれている式を用いることで、できるだけ行列積の形になして、高速化と並列化を両立させるようにしました。そして SCF 計算の途中、繰り返し計算の途中では毎回対角をせずにニュートン・ラフソン法を元にしたセカンドオーダー CF を採用しました。そのため行列対角計算は SCF の最初と最後の2回のみで、でその途中はノード間で並列化されていない対角をスキップすることができています。このアルゴリズムをゲームスに組み込んで、ちょっと古いですが、クレイの XT5 のマシンで、テスト計算を行った時の結果を示します。このマシンは1ノード8コア搭載しているマシンで、計算で用いた分子は酸化チタンのクラスターで100原子程度のものです。CF のサイクルは30回回っております。その計算結果、上が全計算時間、初期軌道計算を含めたトータルの計算の時間の並列化速率を表しています。黒のライン、こちらがオリジナルのゲームスです。オリジナルのゲームスでは MPI でのみ並列化されています。この場合ですと500コアぐらいまではそれなりのスケーリングを示していますが、その後はだいぶ頭打ちになってきています。一方この青いライン、こちらはこの改良版で、ただし MPI でのみ並列化している場合です。そのため、この青いラインと黒いライン違いというのは初期軌道計算が大半を占めています。初期軌道計算を改良することで、このように大幅に並列化速率が上がっています。さらにこの赤いライン、こちらが MPI と OpenMP のハイブリッド並列化の結果で、ハイブリッド化することで、さらに並列化速率を上げることができています。下のテーブルは計算時間と並列化速率を表していて、少ないコア数16コアの時見ますと計算時間はほとんどどの場合も同じです。しかし2000コアでの時間を見てみますと、オリジナルのゲームスに比べて改良版は大きく計算時間が減っており、特にハイブリッド並列化はその削減の割合は多くなっています。この計算を細かく解析してみました。上の表がフォック行列の計算時間です。少ないコア数16コアの時見てみますと計算時間はほとんど同じ、しかし、2000コアで見ますとオリジナルに比べて、ハイブリッド並列化では約1割計算時間が減っていて、さらに並列加速率も大きく上がっています。そして下の表は、初期軌道計算の時間と全計算に占める割合を示しています。16コアの時見てみますと、どの場合も初期軌道計算は 1% 以下と、非常に
全体から見ると少しの計算時間ではあるんですが、この2000コアを見てみますと、オリジナルのゲームスではこの初期起動計算が約4割を占めています。初期起動計算を回避することで、約この時間を1割程度まで減らすことができ、2000コアでも初期起動計算の割合は 5% か 7% ということで、計算全体の中でのその初期起動の割合を大幅に減らして、それが全体の並列加速率向上につながっています。例えますと、CPU コア数が多くなるとハイブリッド並列化の効果が顕著に出てきました。そしてもともと 1% 以下だった初期起動計算が、改良前では2000コアでは約4割を占めたということで、ここから分かることは、すべての計算、初期値の計算から含めたすべての計算を徹底的に高速化並列化する必要があるということが分かります。プログラミングの面では、OpenMP を導入するためにゲーム数の大幅な拡大を行いました。数多く使われているコモン変数をサブルーチン引数に変更するなど、プログラムの骨格をかなりいじるということを行いました。そのため、ハートリコック計算および DFT 計算しか実行できないコードになってしまいました。コモン変数が多く使われているプログラムに、特にそのコモン変数をワーク領域として使われているようなプログラムに OpenMP を導入して、計算時間削減と並列化効率向上を両立させるのは非常に大変でした。ここで、ゲームスに、こういったハイブリッド並列 OpenMP を導入しても特定の計算しか実行できませんから、そのソースコードを公開することができないという問題があります。ゲームスは二次配布はできませんから、何か開発すると開発元の IO に持って行って、組み込んでもらうということをやるわけですが、もう特定の計算しか流れないようなコードを入れてもらうことは当然できません。さらに、他の計算方法にもOpenMP を導入するということを考えると、非常に、大幅な書き換えが出てくるということで、設計段階からしっかりとそのハイブリッド並列、特に OpenMP を並列化を考慮した新たなプログラムが必要だろうということを、痛感しました。続いて、2次の接動法の並列化について紹介します。こちらも先週、説明した通りですけれども、主な演算内容としては、原子軌道 AO の電子積分にハートリホック計算で得られた分子軌道係数を一つずつかけていって、分子軌道の電子積分を計算する。これが、ほぼ9割以上を占めています。ですので、この演算内容としては、密行列の行列積が中心となってきます。これまでに、NP2 の並列計算アルゴリズムは複数提案されてきました。分類すると大きく3つで、1つ目が AO もしくは MO のインデックスを計算全体で分散させるという方法です。AO のインデックスを分散させる場合は、複数のプロセスにある部分的な MO に電子積分を足し合わせるという操作が必要になってきます。ですから、トータルの通信量が、プロセス数に依存すると、プロセス数が増えるとその分通信量はトータルとしては増えていくと。 MO のインデックスを分散させる場合は、同じ AO の2電子積分を複数のプロセスで計算するか、もしくはブロードキャストで、ばらまくということが必要になってきますので、計算の負荷分散が不完全に、一部の計算をそれぞれで同じことをやらないといけない、もしくはトータルの通信量がプ
ロセスに依存して増えていくといった問題がありました。2つ目がグローバルアレイズや ARMCI、DDI で実装されている分散メモリーを仮想的に共有メモリーのように扱うライブラリーです。それぞれのノードのメモリーというのは他から直接操作することはできないんですが、それを可能にしたのがこれらのライブラリーです。ですので、データが開発者はデータがどこにあるかというのを明示せずに、あたかも共有しているメモリーにアクセスする、データを取りに行くという命令だけでデータを取ってくれますから、開発自体は楽になります。ただどこにあるか、データがあるかわからないということですから、想定外の通信というものが数多く発生します。ですから開発は楽になりますけども、通信のチューニングの部分を諦めるということになりますので、大規模計算では非常に難しいだろうと思います。もしくはこれらのライブラリーの、そのデータの置き方、これを理解して扱うと、プログラムを書くということになります。そうするともう一からすべこういったライブラリを使わずに一から書いた方がいいということにはなりますので、なかなか大規模な場合には使いづらいかなというのが個人的な印象です。そして3つ目が、前半を AO インデックスで分けて後半 MO のインデックスで分散させる方法です。この方法の特徴は計算負荷を完全に分散させることができるということで、並列化に非常に向いている。さらにトータルの通信量がプロセス数に関わらずほぼ一定ということで、負荷分散、通信両面で非常に並列に向いたアルゴリズムとなっています。これは2002年にベイカー・ピューレによって提案された方法で、ただ問題としては通信、前半と後半でインデックスは違うので、その途中で間で通信が必要になってきます。ここの通信のためのデータ相当に時間がかかるという問題が一つありました。そこで我々はこの3つ目の方法をベースにしてより効率的なアルゴリズムを開発しました。これは約10年前の仕事なので、当時は MPI のみで並列化しています。同様に前半は AO、 後半 MO のインデックスを分散させています。前半は AO の積分、第1変換、第2変換、第3変換まで行って、そして後半は第4変換とエネルギー計算を行っています。こうすることでシンプルなデータソーティングができ、またノード数にかかわらずトータルの通信量はほぼ一定というメリットがあり、非常に並列化に向いたアプローチとなっています。また当時はノードあたりのメモリはそれほど多くありませんでしたから、この途中のデータ、膨大なデータをハードディスクに書いて、そして後半読み込むという操作を行っています。で、この変換の中でブラスルーチンを数多く使っています。使ったのはレベル3の DGM 行列積のルーチンで、これを使って行列演算とさらに多次元配列のインデックスの入れ替え、データ並び替えも同時に行っています。この DGM では行列積の計算を行うときに元の行列を転置して演算ということが可能となっています。それを利用することで演算と並び替えを同時に行っています。通信におけるデータソーティングをできるだけシンプルにしたいということで、ノード間で分散されているインデックスをできるだけ外側に持っていくということを考えました。例として、第三積分変換を書いています。ここでは AO のインデックスラムダを、バーチャル軌道 MO のインデックス
B に変換するというところです。第二変換でのデータ並びはこちらのようになっていて、MO のインデックスペア、IJ、そしてラムダ、μ という順番で並んでいて、これを変換して、この IJ を真ん中に持ってくるということを、変換と同時にこの移動、入れ替えも行っています。ソースコードで書くとこちらのようになって、行列席をコールしているところで、電池、トランスポーズのキーワードを入れて、演算することになります。そうするとここの C、分子軌道係数と第二変換のこの配列を転置させてかけることで、第三変換をのデータを作るということになります。この、行列転置についてもう少し見てみます。ここでは行列 A、M×K と行列 B、K×N がある場合に、この行列席で C を作る場合のアプローチを書いています。この場合、C の配列は M×N と N×M の転置された場合の2通り可能となっています。転置せずに演算する場合ですと、そのままここの N、ノーマルのキーワードを入れて計算することで A×B をそのまま行うことで C を計算します。この時は M×N のマトリックスとなります。転置する場合ですと B ダガーと A ダガーをかけて計算することで C を得ることができますが、その時の C の行列は N×M ということで、この2通りのパターンを DGM を使うことで、作成することができます。このようなテクニックを使いながらゲームスプログラムをベースに開発を行いました。そのテスト計算の結果がこちらです。使った計算機は Pentium 4、少し古いマシンですけれども、これをのクラスターでデータを取りました。約1000規定と1500規定の計算の結果が下の表に出ています。 16CPU までと、少し今となっては少ない量ではありますが、16CPU まで使って、そのスピードアップ並列加速率が 15.4 倍や 15.8 倍ということで、かなり効率の良いアルゴリズムとなっています。このエネルギー計算のアルゴリズムをベースにして、エネルギー微分の並列アルゴリズムも考えました。エネルギーの鉛筆エネルギーの式と異なり、この微分式というのは非常に複雑になっています。まだこの段階では全て MO のインデックスで書いているわけですが、さらに実際の計算ではこれから MO から AO のインデックスに戻して計算する部分も数多くあります。この微分計算の並列アルゴリズムがこちらです。大きく分けて5つのステップから成り立っています。1つ目が積分変換計算で、2つ目が鉛筆のエネルギーやアンプリチュード計算するステップ、そしてラグランジャーを計算してカップドパーターガハートリホック計算を行う部分、そして最後に AO 積分の微分計算を行って最終的な微分値を求める部分と、この5つから成り立っています。それぞれのステップで、AO のインデックスもしくは MO のインデックスが濃度間プロセス間で、並列化されています。
このエネルギー微分計算のポイントですけれども、すべての計算について、負荷分散を行って、データ分散を行う、さらに高速化を行って、通信量も削減すると、すべてを同時に満たすようにしたのが先ほどのアルゴリズムです。そうするとノード数に関わらずトータルの通信量はほぼ一定になって、非常に並列化効率の良いアルゴリズムとなっています。さらに、演算量やメモリの使用量が少なくなるように式を展開しています。ここに書いているのは IABC、オキュパイバーチャルバーチャルバーチャルの MO の二電子積分の場合ですけれども、こちらの積分変化のコストは非常に高いということで、できればこれをアラオに計算せずに計算したいということで、式をいじっています。この下に書いているように実際使うのはここのこの部分です。でここの IABC を、一度作らずにその前段階の状態で計算しようというのがこちらの式変形となります。積分変換ですから、この分子軌道係数をかけて、作るわけですけども、それを、あえて前に出していきます。その上でここの P、 この配列は2つインデックス BC を持っていますから、これをここで、ここに分子軌道をかけるという操作をすると、この真ん中のような式になって、一部は積分変換をして、一部は AO のインデックスのままという状態での演算が可能となります。さらにここで、この A も外に出してやって、このオキュパイを一つだけ変換した部分的な積分の状態で、最終的には演算を行っています。このメリットとしては、通常ここで、例えばラムダもしくはシグマを変換する場合ですと、トータルでインデックスは5つありますので、計算量は5乗に比例して増えていきます。しかし、それをやらずに P にかけてやることで、ここで出てくるインデックスはそれぞれで見ると3つということで、計算コストは3乗まで減らすことができます。そういったテクニックを使って、トータルの演算量を減らしながら、またメモリ量を減らしながら、同時に並列化も考えて、アルゴリズムを作成しております。これを同様にゲームスプログラムに実装して、テスト計算を行った結果がこちらです。この場合は600規定と1000規定の場合のエネルギー微分計算の時間を下のテーブルに示しています。同様に Pentium 4のクラスターで測定しており、 32CPU で30から33倍、比較的いい効率を示しています。このようにして土台の部分、ハートリーホックや MP2 の並列計算を開発することで、さまざまな応用につながります。その例として、ここでは FMOMP2 を挙げています。開発した MP2 プログラムと、もともとゲームスに入っている FMO のプログラムを組み合わせるということを行いました。そして、こちらのタンパク質の計算を FMOMP2 そして MP2 両方で行いました。規定関数としては2500から3000と、これは2007年に行った、研究ですけども、当時としては非常に大きな計算だったと思います。そして FMO 計算では、一つのフラグメントに2残機ごとにずつ割り当てて分割しております。そのメモリ使用量は
FM1 MP2 ですとプロセスあたり数百メガバイトで、ノーマルの MP2 ですと 4.7 ギガバイトパープロセスとなっております。そして、FM1 MP2 とノーマルの MP2 のエネルギーのを計算して、FM 応報の誤差を確認しました。上の表は FM 2、これは2体までの相互作用を考慮した場合と、 FM 3、3体の相互作用まで考慮した場合のエネルギー誤差を示しています。 FM 2でも、2,3 キロカロリーパーモルと非常に小さな誤差で計算することはができることは確認できましたが、さらに3体まで入れると1キロカロリーパーモル以下ということで、もう非常に十分科学精度を持った方法であるということがこの確認からわかります。下の表が計算時間で、ノーマルの MP2 に比べますと FMO22 体までですと、これがスタンダードの方法ですが、FMO2 は計算時間としては数分の1ということで、メモリー量も計算時間も、大幅に節約して計算できる方法であ るということがわかります。 FMO3 まで入れますと非常に誤差は小さくなるんですけども、その計算時間としてはほぼノーマルの MP2 と同じぐらいになっています。このように、ベースとなるノーマルの MP2 法、これの大規模な計算ができるということになると、これまで困難であった巨大分子の FMO MP2 計算の精度確認が可能になりました。こうして、きちんと確認をしながら、精度を確認をしながらこういった方法を使うというのは非常に重要なことですので、さらに応用の幅が広がっていくということになります。さらに、FM 応報もその内部それぞれのフラグメント、もしくはフラグメントペアで見ますと、中身はこの場合ですと普通の MP2 計算になります。ですから FM MP2 法の高速化、公平化、それにも寄与しているということになります。このようにして、これまで、ゲームスプログラムベースに、開発してきたわけですけども、オープン MP を入れるのが非常に難しいとか、あと、自由に公開できないライセンスの問題もありまして、それぞれの問題を、解決するよりも、むしろもう一から、プログラムを作った方が早いだろうということで、新たなオープンソースソフトウェアの開発を始めました。そのコンセプトとしてはこちらに書いている通りで、キーワードは、シンプルと、とにかく、シンプルにすると。それは実行方法もそうですし、インプットの形式もそうですし、ライセンスに関してもそうだ。さらに、さまざまな機能を追加したり、新たな方法を導入する際の開発もできるだけ楽にしたいということを考えています。そして、MPI と OpenMP ハイブリッド並列化と高速計算アルゴリズムを、組み込んで、一つのプログラムでスカラ型 CPU の計算機を全体をカバーしたいと考えています。特に K やおそらくポスト K コンピューターも、研究室レベルの計算機と基本的ノード単位で見ると基本的な構成は大きくは変わらないだろうと思います。アクセラレーターが入るとか、あとネットワークの構成が大きく違う、そういったところはあるかもしれませんが、基本的なところは共通しているということで、一つしっかりとプログラムを作ればかなりの計算機をカバーできるだろうと考えています。よく用いられるルーチン、二電積分ルーチン、こういったものはライブラリーモジュール化して簡単に再利用できる、またそのプログラムの中だけじゃなくて、簡単に抜き出して、他のプログラムに移植、そういったこともできるようにしようと考えています。そのためにはオープンソースライセンスで配布と、こちらも欠かせない項目となっています。
これからますます複雑になる計算機を理解した上で、適切な式、式変形であったり、あとアルゴリズム、近似を開発選択してプログラムを作る必要があります。そうすると開発コストというのはますます膨大になってきます。そのためにできるだけその開発を効率的に行う必要があって、コスト削減は不可欠になります。ですから複数の人が同じようなことをやるというのはもうできるだけ避けたい。分野全体で効率的に開発をするということを考えなければいけませんから、そういう意味でもオープンソースというのは必要になってきます。自由にいろんな人が見られるようにすることで、技術やノウハウを共有することができますし、また計算機科学、こちらの分野のとの連携も今後は大切になってきますから、その際にはオープンソースであることが重要となってきます。連携して何か開発したとしても、計算機科学の人の業績という意味ではやはりオープンソースで公開する、それで見せることも非常に重要ですので、オープンライセンスは欠かせないということになります。それで作ったのが大規模並列の量子化学計算プログラムスマッシュで、こちらはオープンソースライセンス Apache 2.0 で公開しています。基本的にはもう自由に使ってもらって大丈夫というライセンスで、こちらのページから公開しています。公開したのは去年の9月1日で、約9ヶ月ほど経っていて、これまでのダウンロード数は270弱ということで、まだそれほど多くはありませんが、すでにスマッシュプログラムを使って計算していたり、あとは、プログラム一部を抜き出して、他のプログラムに移植すると、それによって、移植先のプログラムが10倍ぐらい速くなったと、そういった話も聞いております。対象マシンとしては先ほども言ったスカラ型 CPU を搭載した計算機で、およそ今の計算機の9割5分ぐらいをカバーできていると思います。実用的なところを重点的に整備しており、現在ではエネルギー微分構造最適化も行うことができます。対応している方法はハートリーホック、DFT、MP2、 この3つで、さらに現在拡張を行っているところです。先ほども言った通り、一電子二電子積分など頻繁に使う計算ルーチンをライブラリ化しており、そうすることで開発コスト、特に微分計算では開発コストを大幅に削減できております。また電子相関計算 の膨大なデータをディスクではなくメモリ上に分散保存するようなアプローチを取っています。こちらがそのスマッシュのウェブサイトで、左側がダウンロードのページとなっています。こちらから最新コードと日本語のマニュアルをダウンロードすることができます。ライブラリ化した AO2 列積分ルーチンのインターフェースを紹介します。データをすべて引数で受け渡しており、もう内部はブラックボックス化しております。ですので、こちらに書いているように引数で必要な情報を渡せば電積分の配列が返ってくるという形になっています。でここに入れる値としては規定関数と座標、あと、軌道核運動量など、必要なデータを、全てここで渡すということになります。そうすることで、開発効率化もできています。
2で積分でルーチンはハートリホックや DFT 計算以外の電子相関計算でも当然必要となります。さらに2連積分の微分、2連積分項の微分は核運動量の異なる2連積分の線形結合になるため、微分計算の時にもこの2連積分ルーチンをそのまま再利用することができます。下に2連積分PSSS の場合のこれの微分計算を例として書いています。これを微分すると一つ核運動量が上がった D 関数と、あと核運動量が一つ下がった S 関数が出てきます。さらに係数が出てきますので、これらすべてを考慮してこの電積分ルーチンに引数で渡していくと。そうすると必要なデータが返ってきて、その後はそれぞれの微分の配列にあとは足し込んでいく。これだけでプログラミングは完了です。下にスマッシュでに導入しているハイブリッド並列アルゴリズムを書いています。左側がハートリホック計算で、先ほど説明した通りとなっています。そして右側が MP2 計算のハイブリッド並列アルゴリズムです。先ほど紹介したのは MPI でのみ並列化している場合ですけれども、こちらではハイブリッド並列化を行っております。今回開発したアルゴリズムとしては、前半 AO のインデックスを分けて、後半 MO のインデックスを分けると。ここは同じなんですけれども、その中の演算は AO 積分、前半では AO 積分変換、第一変換、第二変換まで行う。そして後半は第3、第4変換を行ってエネルギー計算を行うという分け方となっています。そして、ここでは一番外のループで、ループを MPI で分散させています。前半後半ともに2つのインデックスをまとめて分散させています。そしてその内部では OpenMP の並列を行っていて、 AO2 連積分の計算と第一変換は OpenMP のディレクティブを挟んで並列化しており、第二変換はグラスルーチンを呼ぶことで効率的な演算とスレッドの並列化、これを同時に実現しています。後半を同様に第3、第4変換ではブラスルーチンを使って効率的に演算を行っています。また先ほど紹介したアルゴリズムと違うのは、膨大なデータをすべてメモリー上に分散保存しています。ですからこの第2変換されたこれを各項のメモリーに分散保存して、次のステップで MPI センドレシーブを使って、それぞれ必要なところに送受信するということになります。ではそれぞれの並列計算性能を見ていきたいと思います。こちらは DFT、B3DIP のエネルギーの並列計算性能を示しています。K コンピューターで、測定したときの結果で、約10万コアまでのスピードアップ、並列加速率を表しています。このスピードアップは初期値も含めたトータルの時間です。SCF のサイクル数は16で、
計算した分子はこちらに書いている通り、グラフェンダイマーで、2層で、原子数としては360、規定は4500次元です。並列加速率は約10万光の時に、約5万倍ということで、コンピューターでも非常に高い並列性能を示しています。10万コアの時の、このエネルギーの計算は、トータルで2分半と、4500での計算がこのぐらいの非常に短い時間で行うことができるようになっています。ただこの並列加速率が下がっているわけですけども、これの原因としては行列対角化が主な要因となっています。行列対角化はレイパクラベラリーを使っているためにノードの中での並列化のみされています。ですのですべてのノードで同じように対角化をこの計算で行っています。全部でこの行列対角化は3回行っていて、 CF の最初と最後、そしてその前処理で行う規定の直行化のところで1回、トータル3回対角を行って、それがどのコア数を使った場合でも35秒かかっています。ですのでさらにこれの並列化効率を上げるためには、スケーラーパックやアイゲンエクサなどプロセス並列化されているライブラリの導入が必要となってきます。こちらはハートリーホックのエネルギー計算1ノードで行った場合の性能です。ですのでこれはほぼ2電積分の計算スピードを比較しているということになります。これをジオンマシン1ノードでゲームスプログラムと比較しました。用いた規定関数は 631GD と CCPVDZ で、631G の方は S と P がの指数が同じものをセットになった規定となっています。ゲームスプログラムでは SP 関数を同時に取り扱うために、ゲームスとスマッシュではほぼゲームスでは非常に効率的に計算できますので、ほぼ差はありませんが、S と P の関数が別々になったもの、こちらを使いますとゲームスプログラムに比べて、スマッシュはこの場合ですと、約4割ぐらい早くなっています。ということで、並列効率がいいだけではなくて、単体性能も、非常に高いプログラムとなっていることがわかります。続いて、DFT、BCDP エネルギーの微分計算の並列性能です。こちらに書いているのは、エネルギーが終わった後の微分計算のみの一次微分の、計算時間のみのスピードアップを表しています。こちらの計算もエネルギーと、同様に二電積分、これの微分計算が主な演算内容となっています。ですので、同じように40ループを MPI と OpenMP 両方で並列化することで非常に高い性能を出すことができます。この微分計算ではエネルギー計算と異なって対角化計算がありませんから、ご覧の通り並列化効率はほぼ 100%、 下の表に書いている通り16300コアを使って16100倍と、非常に高い並列性能を示しています。続いて MP2 のエネルギー計算の並列性能です。先ほど紹介したハイブリッド並列のアルゴリズムを実装して、通信量と回数を削減することで、1万コアでも高い並列性能を実現しています。
ここで示しているのは、グラフェン1層で、2線規定の、鉛筆エネルギー計算で、1万8000コアを使うと鉛筆のエネルギー計算は47秒と非常に短時間で、実行することができます。先ほど紹介したアルゴリズムは途中の膨大なデータをすべてメモリに一度に載せていたんですけれども、最後の方で話しますが、小メモリー版も開発しており、後で説明しますし、あとこの小メモリー版は次のバージョンで公開する予定です。さらに鉛筆エネルギーの微分計算の並列アルゴリズムを現在開発中で、次もしくはその次で公開できるかと思います。並列アルゴリズムでエネルギーやエネルギーの一微分の計算は非常に高速に行うことができるようになりました。ただ実際の計算では、構造最適化計算は頻繁に行われますし、その最適化回数、これが実際のユーザーから見た時の時間には大きく影響しています。そこで、構造最適化サイクル数の削減にも取り組みました。この最適化計算で非常にシンプルなアプローチは、カーテシアン座標 XYZ の座標をそのまま使う場合ですけども、ここでリダンダントコーディネート、分子のボンドアングルトーションをすべて導き出して作るリダンダントコーディネートとリキュバーパラメーそこから得られるリキュバーパラメータを使って、初期ヘッシェンを改良するしました。そうすることで、最適化回数がこの表に書いている通り5分の1から6分の1に大きく減らすことができています。なお2サイクル目以降のヘシアンは BFGS 法で、1微分の値から近似して更新しています。このようにその構造最適化1サイクルの計算も速くなってさらにサイクル数も減ったということで、実際のユーザーが感じるトータルの時間を大幅に削減することができて、現在 K コンピューターはじめスパコンで、ナノサイズの分子の計算が複数行われています。では最後に、これから特にミニコア時代、ポスト K を含めたミニコア時代に向けてどういった開発をしなければいけないか、どういったことを考慮しなければいけないかについて、具体的な例を示しながら紹介していきたいと思います。ミニコアということで、1ノードあたりのコア数というのはこれからさらに増えていく。例えば K コンピューターですと1ノード8コア、FX10 で16、さらに FX の100で32、プラス2というコア数とどんどん増えていっています。これはインテルのジオンなどでも同様の傾向を示しています。そしてこれからのロードマップを見ますとさらに増えていくということは容易に予測されます。ですのでこれからはオープン MP、ノードの中のスレッドの並列の効率、これを上げることが最も重要になるだろうと思います。そして、ただループをどう分けるかということだけではなくて、場合によってはたとえ演算量を増やしても同じデータへのアクセス競合とか、あとは最後に足し合わせるリダクションを削減した方が計算時間削減につながる場合もあるだろうと思います。MD 計算で使われる作用・反作用を使うかどうか、そういった議論と似ていると思います。
で2つ目が使用メモリ量の削減です。これからもノードあたりの演算性能というのはどんどん上がっていきます。ただそれに比べてメモリ量はそれほど増えない可能性が高いということが予測されます。特に電子相関計算では膨大なメモリを使うわけですけども、そこでこれまでのような演算性能とメモリの比率ではなくなってきますので、いかに使用メモリを削減するか、ここもしっかりと考えていかなければいけません。3つ目が通信時間の削減。ノードあたりの演算性能は上がっていきますけども、それにメモリ量と同様にそこまで通信性能バンド幅はなかなか上がっていかないだろうと思います。さらに通信のレイテンシー、最低限のデータを送るためにどうしても必要な時間、遅延の時間、これの向上はおそらくあまり望めないだろうと思います。ですからそういった状況を考えて通信時間を削減しようとすると、通信と計算のオーバーラップ、これを真剣に考えていくということになります。現在でも行われていると思いますが、これをさらに進めていくということになります。富士通の FX10 では1ノードに32の演算コアと、それに合わせて2つのアシスタントコアが搭載されています。ユーザーを使えるのは32の演算コアだけで、あとこの残りの2というのは、OS とか、あと通信用に使われます。ですから、演算で使うところはこの演算コアで実行して、通信の部分はアシスタントコアを使う。そういった分担して、オーバーラップをさせながら計算するということが、今後ますます重要になってくると思います。3つ目がシームド幅の増加ということで、ますますドゥループ、フォーループで回す、またブラスルーチンをうまく呼び出すということが大切になります。このように考えなければいけないことはますます増えるという状況で、開発コストの削減というのはもう避けられません。ですから、モジュール化、ライブラリー化をどんどん推進して、分野全体で、その開発コストを減らす、効率化していくということが、このミニコア時代、ポスト系では不可欠になると思います。さらに、ただフォートランとか C なので書くだけではなくて、効率的な開発という意味では、Python がこれから重要な役割を果たすのではないかと思います。計算時間がかかる分、例えば電子積分等はフォートラン C で書く必要はあるんですけれども、もっと上の段階でのコントロール、そこは Python に任せた方が非常に楽になるということで、例えば FMO 計算であるとか、あと QMMM 計算のコントロールする部分、そこは Python を用いて、制御して必要なものをその Python から呼び出して計算する、そういったことに取り組んでいる人もいますし、量子科学分野ですと PyCanta などもう Python で書かれたプログラムも出てきています。では具体的に見ていきます。一つ目が OpenMP の並列効率のさらなる向上ということで、このスレッドの並列を上げるためにはできるだけ振り分ける数を増やすと、つまりそれぞれの仕事のサイズを小さくするということがポイントとなります。左側に書いているのが現在スマッシュで入っているアルゴリズムで、
一番外のループ、このμ をオープン NP で分散させています。それを、ここの2つのループをまとめて、オープン NP で分けるということを行いました。そして、そのために、この μ、ν の値から μ と ν それぞれを逆算するという操作が少し入ってきます。それ以外は部分はここから下の部分は全く同じです。この改良前改良後のでアルゴリズムをそれぞれ、分子系のスパコンの、ジオンマシンで、実行して、さらにインテルの V1 を使って解析を行いました。今回計算したのは、数十原子で規定としては300規定のハートリホックの計算です。ここの下に書いている図がインテルの V チューンで得られたデータの一部で、CPU が演算をしているかもしくは待ち時間や、OpenMP のオーバーヘッドリダクションの時間として使われているかを、図で表したものです。上から、改良前で、8コア使った場合、使った計算機は1ノード28コアです。で、上から改良前で8コアだけ使った場合、真ん中が改良前で28コア全部使った場合、最後は改良の後で28コアの場合です。上から順番に見ていきますと、8コア使った場合ですと、ほとんどが この茶色になっていて、演算が行われている、具体的には遺伝子積分を計算してフォック強率を作るという部分に使われていて、一部このオレンジになっているところが、待ち時間とスレッドにあるフォック行列の足し合わせの部分となっています。こう見ますと、ほとんど余分そのオーバーヘッドは、いや待ち時間というのはないということが分かりますが、同じ計算を28コアですると、ご覧の通り、かなりオレンジの部分が増えてきています。大半が待ち時間となっています。例えばここを見ますと、ここのスレッドの、部分というのはかなりの部分が茶色になっていて、一部オレンジになっているということで、ほとんど演算が行われているということです。ここだけ、その割り当てられる計算量が多いということで、それ以外のスレッドが待たされている、待ち時間となっていると。そういうことで、その仕事の負荷分散がうまくいってないということを示しています。ですから、一番外側のループ一つだけを分散させると、コア数を増えた場合、1ノードあたりのコア数が増えた場合、その負荷分散が均等になりづらくなるということになります。で、一番下が、外側のループ2つを同時に OpenMP で並列化させた場合です。ご覧の通り、オレンジの部分がだいぶ減って、ほとんどが演算となっています。そのため、オーバーヘッドは、改良前で4分の1ぐらい余分なコストだったのが、そのオーバーヘッドは数パーセントまで、減少しています。少し文字は小さいですけども、ここに経過時間を書いています。改良前で17秒かかったものが、改良後で13秒ちょっとということで、もちろん並列化効率が上がって計算時間も短くなっているということになります。
続いて、メモリ使用量削減です。ここでは鉛筆計算の場合を示しており、演算量を増やしてでも、メモリ使用メモリを減らそうという取り組みを示しています。左側がもともとの計算の流れで、先ほど言った通り前半と後半で、分けるインデックスを書いています。そしてここの第二変換で、このマトリックス4次元のマトリックスを各ノードに分散させて、必要なデータをすべて一度にメモリ上に保存をしているという方法だったわけですが、これを改良する、つまりこの IJ、 これを一度に全部計算するのではなくて少しずつ分割して計算するというのが右側のアルゴリズムとなっています。でその一番外側に IJ のブロックのループが回っていきます。それ以外は基本的には、手順としては変わらずに、ただ第一変換第二変換で回る IJ が部分的になると。そして、その後の、後半の IJ ペアのインデックスも部分的なところしか回らないということになります。それを繰り返して最後に NP2 エネルギーを足し合わせるという操作を行います。先ほどの全ページの左側のアルゴリズムでは全プロセスの合計の使用メモリー量はこちらの通りオキパイの2乗かける規定の2乗となるわけですが、右側の削減アルゴリズムではこの N パスで割る、これは IJ ペアの分割数ですが、で割った値となりますので、この数を増やせば使うメモリ量というのはどんどん小さくなります。その代わり余分な計算コスト、ここでは AO の電積分計算を何度も行うということになります。ここでは、約1000規定の鉛筆計算の結果を示しています。こちらも分子系のスパコンのジオンマシンを使って、1ノードを使った場合の計算を行っています、示しています。分割しない場合、トータルで使うメモリの量は 100GB ぐらいとなっています。ですからここの N が1の場合、これが全て 100GB をメモリのデータをメモリ上に載せた場合の結果です。ハートリホックが200秒ぐらいで、MP2 計算が765秒、そのうち AO の電積分と第一変換の時間が618秒と、本当は AO の電積分だけ取り出したかったんですが、ここはもうセットで計算しているために合わせた計算時間を示しています。こちらが N が2の場合ですから、メモリ量が半分、50ギガで済む場合です。もちろんハートリホックはほぼ同じ時間で、鉛筆計算は約200秒ぐらい増えています。増えたのはこの AO2 電積分のところで、それ以外のところは同じとなっています。そして、N が3の時、メモリ使用量が33ギガバイトで済む場合は、分割しない場合に比べて、約400秒ほど増えています。これは AO2 電積分を、3回繰り返した、そのためにこれだけ増えていますが、トータルとしてみますとそれほど極端に、増えているというわけではありませんから、鉛筆計算に関しては、メモリ使用量削減しても、それほど追加のコスト、計算時間は極端には増えないということがここからも分かります。最後に、通信時間の削減です。先ほどの鉛筆アルゴリズムのプロセスあたりの通信量は
ここに書いている通りで、オキパニ乗かけるバーチャル、すみません、オキパニ乗かける規定の2乗をプロセスで割った量が、これがプロセスあたりの通信になります。同様に、分子検の実用マシンで、ここでは、2ノードと4ノードを使った場合の結果を示しています。本当は通信と計算をオーバーラップさせたデータまで出したかったんですけども、ちょっと時間が足りませんでしたので、オーバーラップさせる前のデータのみを示しています。ここでは、2ノード 2プロセスを使った場合、MP2 全体では約400秒で、そのうち通信時間が、33秒、4ノードを使った場合はトータルでは207秒で、通信時間は24秒ということで、今回の条件では MP2 計算のうち通信時間は約1割を占めているということが分かります。今後はノードあたりの性能が上がっていきますから、そういう意味ではこの通信時間の割合というのは増える可能性が高いです。ですから計算は計算、通信は通信で、それぞれ分けて行うのではなくて、今後はオーバーラップをさせてこの通信時間を隠蔽するということが今後のミニコアポスト系ではキーになってくると思います。まとめですが、ご覧の通り、計算負荷分散、データ分散、通信コスト削減、高速化、すべてを考慮して、これからも同じように、これをすべてを考慮して開発していく必要があるということで、大変な時代にはなってきているので、もう一個人、一研究室だけではなくて、分野全体で、効率的にどう開発していくかを、皆さんと考えていきたいと思います。で、一番最後に参考資料を、書いています。特に、この真ん中の計算機についてですが、この本は、プログラム開発をする人向けに書かれている分かりやすい本となっていますので、これから K やポスト K に関わる方はぜひ読んできていただきたい本だと思います。以上です。どうもありがとうございました。では、